シュライハー・アスク21、アスク21、アレキサンダー。シュライハー・アスク21は GFRP 製の複座グライダーである。アスク21は初心者用の練習を主眼に設計されているが、クロスカントリーや曲技飛行にも適している。アスク21は初期訓練と探査飛行の間の隔たりを縮める現代複座機の必要性から有名なアレキサンダー・シュライハー・アスク13に 対応した滑空機として、ルドルフ・カイザーによって設計され、アレクサンダー・シュライファー社による初めての完全 GFRP 製の福崎となった。試作機の初飛行は1978年12月に行われ、1979年から生産が開始された。今日まで生産は続いており、すでに900機以上生産された。 2004年12月にはセルフローンチ型のアスク2 1ミの初飛行が行われた。操縦席は前後に配置され、前後席それぞれに操縦装置がついており、ラダーペダルと背もたれは調節可能である。胴体は2層の GFRP のハニカム構造からなり、軽量での上位運保護を可能にしている。T 字尾翼には水平安定板と、 トリムとオートマチックコネクションの装備されているエレベーターがある。着陸装置は2つか3つのタイヤからなり、メインギアには油圧式のディスクブレーキがある。主翼は中翼配置の単用型持ち翼でフラップはなく、上面にはシェンプヒルトタイプのダイブブレーキがある。ウィングチップは下に下がっており、翼端保持者なしで離陸するためのウィングスキットの役目を果たしている。 厚い翼断面のため低速特性が良好である。アスク21の失速特性はとても穏やかである。水平飛行にして速度が次第に抜けてくるとバフェッティングを起こし、パイロットに失速が近づいていることを知らせる。この状態では機種が落ちるということはないが、昇降系が高い沈下率を示し、バフェッティングが持続する。回復操作は引いていた操縦桿を 通常飛行の位置に戻す。失速で機種を落とすこともできる。その際は水平飛行から10度から20度の上昇角をつければ維持が可能である。速度の低下とともに機種が下がり、自然に通常飛行に回復する。ありがとうございます。